よろしく頼むぞ。右の図のような一辺が9センチの正方形があります。この正方形の内側の辺上を半径2センチメートルの円 O が滑らないように転がりながら一周します。円周率を 3.14 として次の問いに答えなさい。括弧1。円 O の中心が動いた後の線の長さは何センチメートルですか？9センチの正方形があって、その中に円が入っていると。で、この子が辺上を、まあ、離れないように、こうと動いていく。で、その時に中心がどのように動いてくれるかなっていうのを考えてあげる。で、こういう問題では、図形が、動く図形が直線的に動くのか、それとも、こう描くのかっていうのを考えてほしいんだ。この子が、こう動いてって、ここ縦動いてるときは直線的だよね。例えばここ下まで行こうか。下まで行って、左側と下にぶつかったとき、ここまで直線的に動くよね。この後ってまあ右に動くんだけど、右に動かしたときも別にこう描いて動くわけじゃないよね。ここも直線的にこう動くなぁと。で、下と、あと右側にぶつかって、ここからまた上に行ってっていうので、内側動くときって全部が直線的な動きになるんだ。ちょっと端っこに3つほど円を描いてみたんだけど、直線的に動くから円の中心はこっからこう行くよね。で、左に行くならこっからこう行って。ってことは、ここら辺まで行って、で、こうなると。これってのは正方形だよね。まあ、長さを考えてみれば。この円の半径が2センチって言ってるから、2センチ2センチが9センチから減らされて、結果5センチだよね。で、まあ、縦も同じだよね。2センチ2センチ減らされて5センチ。ってことは5センチの正方形の周りの長さはいくつですかって言われてる。それはもう20センチだよね。括弧2、正方形の内側で円が通らなかった部分の面積は何平方センチメートルですか？ね、こうやって円が動いてて、そこで通れなかったところって、どのぐらいだろうか。今度は、円の中心じゃなくて、こっち側考えたいよね。円が通ってくれるところ。ここを通って、今度は上。こう行って、こっち側こう行って、っていうのも考えてあげる。この左側がどこまでって、左側こっからこう行くよね。うん。通ってくれるとこ。ここがこう行って。え、今度は、この上。うん。で、こっち側。最後はここの下。こう行くのかな。うん。結果、通ってないところって、ここの真ん中だよね。まあ、あとは、四隅ね。ここ忘れないでね。ね、こっちとこっちとこっちもね。で、2センチ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 。残ったのは1センチだよね。真ん中は1平方センチメートル。で、あとはこっちを求めたいな。うん。こういうので見ればいいんだよね。もうちょっと大きく書くと、こういうことかな。2センチの正方形の中に、扇形があって、残りの面積はってやつ。こういう問題をやったことあるよね。正方形から扇形を引いてあげれば OK。で、正方形は4だよね。2×2 引く。扇形は 2×2×3.14× 中心角。360分の90。4分の1。ここで消えて、4×3.14。0.86 だよね。これが赤い子の面積。それが4つ分あるから、かける4しようか。つまり求めたい面積って、この4つ分のやつと、真ん中の1平方センチメートルだよね。つまり 4.44。幸せの4ですね。
today。